開催初日第2試合が開始されました。トンチャに水原、ナンチャに本田、シャーチャに近藤、ペイチャに伊達の並び、トンの一曲ドラはウーマンです。解説は引き続き最高一線日本プロ麻雀協会より土田晃昇さん、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ第2試合、まずは4社の手配からご覧いただきます。水原ピンズで一メンツ、第1打をダブトンから、続いて本田二メンツできてますよ。惜しかった。はい、あ、惜した。そして近藤です。こちらメンツなし、これマンズいきますね。そして伊達はチューンが統一、ソーズとピンズで二メンツできています。4社の手配ご覧になってどうですか、どこがいいとか。皆さんいいんじゃないですか。皆さん良さそうですか。近藤が遅れてるようにも見えるんですが、はい、一色に走ると思うので、それはそれでまとまってくるんじゃないでしょうかね。さあこちらがその近藤です。さあ須田さん、はい、パイレーツは初戦第1試合ですね、新加入の鈴木優出してきました。僕の勝手な予想では、鈴木優出した以上お披露目の意味も込めて中林家来るかなと思いましたが、ここは昨年の MVP 最も、個人スコアを叩いた、水原が出てきましたね。そうですね。この辺りの起用どうですか。これは面白い起用ですよね。ちょっとそのなんだろう、不安の予想を、はい、いい意味で裏切っていくっていうね、ところを楽しんでますね。はい、はい、水原は参入初年度がマイナス100ポイント、2年目もマイナス およそ100ポイントだったんですが、昨年なんと一気にプラス440ポイント。このあたり の, この覚醒のこうなんて言うんでしょうかね、きっかけになった部分とかってあったりするんですかね。やっぱり馴染んだんでしょうね、M リーグに。なるほど、はいはいはい、馴染んで本来の水原の強さが出たんじゃないでしょうかね。もともとこれぐらいの力持ってた選手ということですか。さあその水原に何回の手、これ3ピン打つと、ピンフの6ブロック6ブロックになる急走を打つのが水原らしいんですけどね、はい、打点ですよね急走は、僕も急走打ちたい。で 5万2回引いちゃえみたいな。おお、穏やかな女海賊。ちょっと待ってください、なんで穏やかなんですか今の。え、だってドラ受け 2回し、あ、これ差し子すら見切ってますよ。そうですよ、どうしたの。8万が1枚出てる。だったらなおさら8万ですもんね。6万7万ですもんね。あ、なんだろう、郷さん教えてくださいよ、これどうして3万数は払ったの。不思議だって、不思議な人だね。そして8万を引き入れてきましたよ。いや、急走か3品しか選択肢がないと思うところが我々の浅さだよね。あ、リーチだ。さあ伊達の先生に行きますか。イースーマン端に寄ってますね。そうですね、っていうこと。あ、追いついてサブローと、これ打点系でいくとリアンワンの街ですよね。急走っていくとね、急走っていくと、そうですね、もう一個の選択の3ピン先打ちはテンパイすらしない可能性があるかもしれない。あ、そうですね、勘よく、いけばテンパイもありますけど、もちろん。さあイースーマンの伊達、そして、リアンウーピンの水原です。いい勝負だ。こちらが伊達、そして水原、一発。うわ、何これ6点オール、うらうら、一つも間違えなかったよ。これだってリャンマンになってる人はこのウーピンで上がれないってことですからね、はい、急走切っても上がれないし、おそらく3ピン切っても難しく思える。どういうことですか。これは水原っていうのはやっぱり勘じゃないですよ。なんか根拠あったりするね。ありそうですね、この選手に限って。8万1枚出てるのにリャンワンの方嫌ったんですから、はい、5万がドラで